騎馬隊育野騎手騎乗の11番人気ライラックカラーが勝利し、ネット競馬 .com 撮影、下野勇気東京 10R の奥多摩ステークス、3歳以上3勝クラス、芝 1400AM は11番人気ライラックカラー、騎馬隊育野騎手が勝利した。勝ちタイムは1分21秒4秒。1馬身4分の1差の2着に2番人気メモリーコロネット。さらに花差の3着に7番人気ジョーアラビカが入った。ライラックカラーは三浦。藤沢和夫厩舎の4歳牡馬で。父ルーラーシップ。母ルルパンブルー。母の父ジャングルポケット。通算成績は12戦4勝。レース後のコメント1着ライラックカラー。騎馬隊育野騎手。スタートからリズムよく折り合ってくれて、良い感じでレースができました。前の馬を目標にして直線で外に出すと楽に抜け出てくれました。今日は馬の力で勝たせてもらえました2着メモリーコロネット。海老名正義騎手。ペースが落ち着きすぎたでしょうか。もう少し早く流れてくれればもっと頑張れる馬です。まだ気持ちにあやんさのある馬ですし、一歩一歩上へ向かっていく馬だと思います。3着ジョーアラビカ、田中正春騎手、うまくポケットに入る形でそこそこ折り合ってレースができました。直線ではよく伸びてくれました4着ミュージアムヒル、北村浩二騎手、今日は集中して走れていました。ここ最近のレースの中では気持ちが入っていました。ラジオ日経